腕を組むような感じください。腕を組むような感じ。そうです。こんな感じ。そうです。そうです。はい。お札出すから。ね。はい。はい、ありがとうございます。数年前からあのちょうどコロナになる前ぐらいにお話をいただいたんですけど、じゃあ来年取ろうかって言ってる時にコロナになって、それからこう何度かこう撮影するまでが伸びちゃったんですけど、楽しみではあったので無事撮影できてよかったなと思ってます。10代20代の時のグラビアはどうしてもこう。キャッチフレーズが平成生まれの F カップみたいな感じでこう出てきて、同世代だとスレンダーなタイプの青春派みたいな子が多かったんですけど、なんかそれと比較してこうグラマラスだったりとか平成のアグネスラムみたいな感じでなんか歌われてたので、結構こう強めのグラビアが多かったんですけど、なんか30代になって自然な抜け感だったりとか自然体で撮影することができたなと思ってます。まあなんか自然体で撮れたなっていうシーンでもありましたし、今回の写真はなるべくこうナチュラルに自然体で撮るっていうのが目標だったので、なんかその感じがちゃんと出てるかなっていうのと、陰影の付け方が好きな写真だったなっていう、写真カメラマンのアンディが結構光だったり艶感だったりとかこだわってる方だったので、それがなんかこう一枚にギュッと詰まってる感じがします。撮影する前は作ったセクシーをやらないっていうのがテーマだったんですけど、本当は 100% 作らない感じで自然体で行きたかったんですけど、どうしてもちょっと 30% ぐらいなんか昔の癖でなんか強めのグラビアみたいなのが出てきちゃったので、でもなんか 7-3 ぐらいで抜け感と作った感じが両方楽しめる感じの写真集になってるかなって思いますし、その肌だったりとか、10代の時にグラビアやってて30、40歳で写真集出してる人ですごい痩せちゃってっていう感じにはしたくないなと思ったので、初期のファンの方もがっかりさせないように、女性らしい丸みだったりとかそういうとこにはこだわりを持って撮影できたのではないかなと思います。恥ずかしいのはどっちも恥ずかしいの、10代の頃も恥ずかしかったし、30代の今もやっぱり露出することちょっと恥ずかしいんですけど、その恥ずかしいっていうのを15歳の時はやっぱりこう言えなくて、なんだろう、その若くてデビューしたてだから恥ずかしいとか緊張してるっていうのが言うとなんかダメなことっていうふうに思ってたんですけど、今はもう30代になって恥ずかしいとか緊張してるっていうのを素直に表現できるようになったのはやっぱりキャリアを積んだ証かなと思います。お尻がやっぱ人よりっていうかなんか大きいので、水着とかが勝手にティーバッグ寄りになるっていうのがティーバッグじゃないものも結構食い込んだりするのがなんか面白かったです。トレーニングはずっと続けてたんですけど、体を絞るというなんかダイエットするっていうよりかはバストだったりヒップの丸みを残したかったので、あんまり極端な食事制限とかはせずにトレーニングメインで、あとこれ食べたら胸につくなとか、これ食べたらお腹につくからこれはちょっと控えてっていうのはトレーナーさんと相談しながらやってます。